ED4 型は、ロシア鉄道が1996年から導入した直流電化区間用電車である。この項目では関連する他形式についても記す。1991年のソビート連邦の崩壊まで、ソビート連邦の電車は、リガに拠点を持つリガ車両製作工場によって製造されていた。だが、ソビート連邦の崩壊に伴い、ラトビアが独立したことで、 リガ車両製作工場はロシア連邦にとって海外の鉄道車両メーカーとなり国内における電車製造の拠点が必要となった。そこでソ連時代の1980年代に電車生産の計画が持ち上がっていたデミホボ機械製造工場が1993年から製造を始めたのが ED2T 型であった。しかし ED2T 型は ロシア連邦の国産車両といえども、電装機器については、ラトビアノりが電動機製造工場で製造されたものを用いていたため、メンテナンス面で難があった。そこで、電装機器についても国産化を行った車両として、製造されたのが ED4 型である。1996年から2016年まで、長期にわたる生産が行われ、その中で製造時期や用途に応じて、 複数のバリエーションが登場している。形式名の ED4 はデミホボ機械製造工場で設計された第4世代の電車という意味である。また、これとは別に62から301という形式番号が与えられているほか、車種によって以下の形式番号が付けられている。1996年から1998年にかけて6編成が製造された。 最初のグループ、ED2T 型と同型の車体を持つ。最初に製造された編成は製造後しばらく、試験運転が実施され、そこで得られたデータは、以降の増備車に活用されることとなった。九百九十七年から製造が実施された、グループ。全面デザインが大きく変わり、前面部の窓ガラスも拡大したほか、自動車内案内放送装置や、車内の情報パネルの設置、 火災放置や車体の不燃化を含む安全性の強化など多数の改良が施されている。2016年5月まで長期にわたって生産が実施され、その中で騒音防止のための二重窓化、内部照明の変更など各種の仕様変更が行われ、2009年以降は冷暖房双方に対応した空調装置が搭載されるようになった。 2012年以降に生産された編成は、全面デザインのさらなる変更が行われている。また、一部編成については、空港連絡鉄道、アエロエクスプレス向けの車両として生産されており、その後ロシア鉄道が所有する編成の着用も実施されている。なお、1998年に製造された一部編成については、国内メーカーによる機器の信頼性の問題から、 リガ電動機製造工場が製造した機器を用いて製造されており、形式名も ED4M1 型となっている。2011年から製造が実施された編成。人間工学に基づいて、それまでの ED4M 型から全面部を含め車体が大幅に変更されており、空調装置や車椅子での乗降、利用を考慮した各種設備など、 乗客がより快適に利用できることを意識した構造になっている。また制御装置には、可変電圧可変周波数制御を採用しているほか、照明についてもエネルギー節約など環境政策を重視したものに変更されている。なお、営業運転開始前に2011年に実施された、エキスポ1520での展示が行われている。ET4M 型とともに、 2016年以降の装備は安全性や編成の汎用性を強化した EP2D 型へ移行している。発達する高速バスへの対抗手段として高品質のサービスを提供するため、モスクワ鉄道支社からの要請を受け1999年から2000年にかけて製造が行われたグループ。車体は ED4M 型と同一だが内装は大きく異なり、重量編成の うち3両は2人掛けへプラス2人掛けで、テレビやテーブルを搭載した座席を有する、ファーストクラス。3両が2人掛けへプラス3人掛け座席の、セカンドクラスとして設計されており、普通車についても2人掛けへプラス3人掛けという鳥りを持った座席配置になっている。また、ファーストクラス及びセカンドクラスの車両にはそれぞれ、ビュッフェも設置している。形式名の、K は、 快適性の向上を意味する。モスクワ・サンクト・ペテルブルク間で旅客列車を運行している高速感染有限責任会社が2005年に導入したグループ。11両編成のうち5両は1人掛けプラスに人掛けのリクライニングシートを有するファーストクラス、6両が2人掛けへプラスに人掛け座席のセカンドクラスである。2009年のサプサン登場に伴い一時、 営業運転を停止していたが、2013年以降は、再びモスクワ・サンクトペテルブルク間に復帰している。2005年に製造された、優等列車用編成。ED4MK 型と同様に、優等車両を連結した重量編成を組むが、前面を含む、車体構造は大幅に変更され、コルゲート構造が廃されている。ED4MKM 型をもとに、空港連絡鉄道。 アエロエクスプレス用として製造された編成。編成中の全車ともファーストクラスとなっており、うち一両は VIP 席に指定されている。また、登場当初は一方の先頭車が荷物輸送用車両に指定されていたが、その後自動車輸送に変更されたことで2011年1月以降は全車とも旅客車両になっている。ED4 型。 ED4M 型の使用実績をもとに、電力消費の削減を目的として2001年に製造された試作編成。定格電圧 1500V のトラクションモーターにより、消費電力の最大20%削減に成功した。ロシア連邦が打ち出した新型旅客車両の開発、生産計画に基づき、2001年に製造された試作車。 ET4M 型を基本に耐腐食構造を取り入れた、車体、VVVF インバータ制御や車載コンピュータによる自動制御、システム、モジュール設計の採用、出入口扉の自動化、車椅子に対応した、車内設備、環境対策を整えたトイレなど様々な技術を搭載した。そのうちトランスデューサーについては、日立製作所が製造したものを使用している。 また台車についても新たな構造が採用されている。製造後は複数回の試験運転が行われ、2003年には営業運転も実施されたものの、電動機の不具合や車体の振動など試験結果は思わしくなく、量産されることはなかった。直流区間用電気機関車 VL10 型と交流区間用電気機関車 VL80 系の間に e d 4 m k 型と同型の 付随車を重量挟んだ、硬直療養のプッシュプル列車。2001年に編成が組まれ、モスクワ近郊での導入が予定されていたが、試験結果は思わしくなく、営業運転につくことがないまま2013年に廃車された。西シベリア鉄道支社の鉄道庁の視察用、車両である事業用車 EM2P 型のうち、2011年に登場した車両については、 ED2T 型とともに ED4M 型の機器を流用して製造が行われている。モスクワ・サンクト・ペテルブルク間など各地の鉄道施設の検索を行う事業用車。直流電化区間のほか、非電化区間の走行も可能である。2010年に ED4M 型から4両が改造された。ありがとうございます。